今日は佐野市上上町にあるクランベリーさんに来ています。かわいい。道からも目立つ外観です。久々のクレープです。メニューがたくさんでゴージャス。疲れた体に最高だな。クレープ今日はたくさん食べるぞ。入りましょう。芸能人の写真すごいです。あー、このドラマ見てた。佐野丸くんも来てます。すごい豊富です。店内で飲食も可能。テーブル席が結構ありました。これじゃインスタ映えだね。私は今回はお持ち帰りです。メニューです。なんだこの種類は。ホットもあったりアイス系もあります。惣菜系ももちろん充実。キーガチャ。こんな感じで渡されました。綺麗に包まれています。生チョコバナナ330円。ダリン。王道です。めちゃくちゃ美味しそうです。バナナとチョコはもう間違いないですね。チョコもたっぷりめで素晴らしいです。食べてみましょう。はい、それではいただきます。もう王道ですね。生チョコバナナです。これをね、もう破っちゃった方が早そう。すごい美味しそう。いただきます。うん、クリームたっぷりですね。おいしい。うん、やっぱりバナナと合いますね。最高です。中はこんな感じです。生クリームはたっぷり。最後の最後までバナナがいました。コーヒーゼリースペシャル430円。ダラリン。こちらはアーモンド入ってます。なんかボリューミーでスペシャル感。コーヒーゼリーは自家製だそうです。自家製の言葉には弱い私。コーヒーも大好きだし最高。はい、次はコーヒーゼリーです。なんかコーヒーゼリースペシャル、すごいですこれ。いただきます。これも切っちゃいますね。コーヒーゼリーが自家製みたいですよ。いただきます。うん、うまっ。うん、コーヒーゼリーのビターが合いますね。でアーモンドも入ってます。おいしい。うん、コーヒーゼリーはゴロゴロ入ってます。ほろ苦い感じがクリームとマッチ。アーモンドの食感もいいです。ハムチーズ400円。ドリン。私惣菜系初めてかも。レタスたっぷりでこりゃ素晴らしい。チーズも大量で好みです。マヨも入ってるな。楽しみです。はい、でこちらは惣菜系です。あんまり惣菜系食べたことないんですけど、大きいですね。あのデザート系と比べたら大きいです。美味しそう。チーズがいっぱい。いただきます。あ、うまっ。うん、なんかね、マヨネーズとチーズがたっぷりだよ。これ美味しい。うん、合いますね。うん、うまっ。中までぎっしり入ってます。これはお昼とかに利用したいですね。5個はいけそうだな、これ。間違いないです。
サービス券もらえますよ。3つごちそうさまでした。それでは振り返りです。すごくリーズナブルで最高、メニューが豊富なので嬉しいです。お昼にお惣菜系買いに来ようっと。デザート系もたっぷりクリームが好きでした。芸能人も多数訪れるお店、本日はごちそうさまでした。